はい、ではケイシュンです。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ最初は今どんなことやってる人なのかということをお話しいただければと思います。はい、今現在兵庫県の丹波篠山市で地域おこし協力隊として赴任して活動をしています。で、まあ、活動内容はこれからまあ、その入っている地域がこれから少子高齢化が進む中で1000人でも、まあ、豊かに暮らせる里にしようっていうところ。はい、じゃあ私たちの、ね、共通点であるこう GCI の話からトランジションを見ていきたければなというふうに思うんですけれど、最初にGCI ゲームチェンジャーインテンシブってプログラムに参加した頃というのは、ケイシュンが人生のこうどんな時期にいたかっていうのをこう簡単に教えてもらえますか？ GCI との出会いはなんかちょうどインドで日本語学校技能実習生のための、まあ、現地で日本語を教えて日本に送り出す、それの日本語学校の立ち上げを、まあ、4ヶ月やって、で一時的に帰ってきたタイミングで、でその時に結構こう日本の中でのワークショップ、ロケットストーブだとかアースオーブンだとかっていうワークショップとかに参加してた時期です。じゃあそれは何ですか、インドから一時帰国してた時期だったんですか？そうですね。ああ。そもそもインド人が技能実習生っていうの認知度がなかったもんで、受け入れてもらえる企業が全然なかったんですよ。で、その受け入れてもらえる企業を探しに。興味深いんですけど、そもそもなんでその日本語学校の立ち上げっていう話になった？いい、遡って遡ると結局というか、その前に世界一周の旅に出たんですよね。一人で。で、1年で世界一周しようと思ったんですけど、タイからスタートして6カ国まで行った段階で8ヶ月も経ってて、で、オーストラリアお金稼ぎに行って、農場で働いたり、牛肉工場で働いたりして、で、帰ってきて、もう一回旅したいなっていう中で、まあ、日本語の教師の免許っていうのを情報として、入ってきて、なるほど。まあ、これやったら世界一周続ける中でこう日本語教えながらお金もらいね、そういうのでこう続けていけるなっていうのがあって、で取ってまたその中途半端に終わってた世界一周の途中だったインドから出発っていう時に、まあそのこれから立ち上げようとしてる企業に出会ってっていう。はい。あ、じゃあ旅をするよりもちょっとこの会社を手伝おうかなっていうところに。そうですね。行ったんですね。うん。なんか、その会社が技能実習生の制度を使った、インドから、インドの若者を日本に送るっていうのの、一番最初の、日本語学校だったっていうのがあって、はい。面白い話ですね。いや本当に、なんかもう何も決まってないというか、行ったら生徒はいるっつって、教科書は決まってないし、教室も一応あるみたいな感じ。中で始まって、はい。それってその人とはどんな風に出会ったんですか？は、もともとその日本語の教師の免許を取った後、日本で3ヶ月、まあ、日本語学校で働いて、で、その時に、まあ、インドから出発っていうところは決めてたんで、インドの、その日本語教師の募集のところに面接だけは終わらせてたんですよ。あ、なるほど。まあ、その、見学行った会社で、まあ、次の日から働いて。へえ、すごいね。まあ、働くって、働いたらダメなんで、それそれだ、まあ、お手伝い、インド行って。へえ。じゃあ、ケイシュンとしては、世界一周の旅の途中で、GCI に出会って、それ GCI は何だと思って参加したんですか？なんかその時にインドから帰ってきてから、こうちょっと自分の視野を広げる
度合いが、まあ、広がり、なんか門が広くなって、で、その、ちょうど、まあ、パーマカルチャーという言葉はその時知らなかったですけど、なんかそういう、自然と共存するだとか、そういうところに近いワークショップに参加してて、で、ちょうどそのタイミングと重なったっていうのが、だから、その、あ、こう、興味は、もその話聞いたときに、あ、そんなんあるんやっていうので、すっと入りましたね。じゃあインドからこう、まあ、ある種一時帰国みたいにしながらも、ちょっと日本にいるからこういろんな興味関心のある物事にこう触れていきたいなっていう時期だったんですかね。アンテナが立ってるというか、うん、そうですね。だから本当なんかいろんな、その時に弟と一緒にゲストハウス、大阪でゲストハウスを作ったりとか、そうそうそう、うん、ですね。なんかそういう時期だったと思う。なんかこう広げていくっていうような時期だったんですね。うん、なんかそれはな、そうですね、あの研修の中でなんかこう目的感というかゴール感みたいなのあったんですか。なんかこうその時期目指すもの。いや、なんもなく、なんかこう面白いなとか、なんかあ楽しそうっていうのは。こう取り組んでみたいなっていうのだけで、うん、それだけでこう、まあそうしてたらなんかいろんな話とか、いろんなワークショップとかが、まあワークショップだけじゃないですけど、人のつながりとかが、トン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 入ってきて、へぇ、なんかそれって、ケイシュンって、大元たどると世界一周出る前はサラリーマンだったじゃないですか。そうですね。ねえ、結構大きな会社の。そうですね、ガチガチの。ねガチガチのサラリーマンだと、はい、でサラリーマンの時ってなんかある程度こう将来が見えるっていうか、こういうふうに何年後にはこうなっていくみたいな、そう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 感じだったと思うんだけど、なんかもう全然違うじゃないですか、うん、その楽しかったらいいなみたいなって、うん、それってこう不安にはならなかったんですか、そういう暮らし方は。そうだから初めやっぱりこうちゃんと年収がもらえ年収もあったし、でもなんか、まあ、あるタイミングで自分も仕事の中で、こう、ちょっとしんどかった時期があって、で、まあ、ちょっと考えることができる時間を持たせてくれたんですよね。まあ、大きい会社だったから、そういうプログラムがあって、で、その中で、こう、本当に自分やりたいこと何やったんかなっていうところをたどったときに、やっぱりこう、中学の時に世界一周したかったなっていうのが出てきて、で、やっぱりそれで、まあ3ヶ月その期間ちょっと休ませてもらったんですけど、で、休んで、そのまま辞めるのは尺だったから、1年間その後仕事して、で、辞めます、みたいな感じになったんですけど、うん。なんか、その会社は本当に、なんていうのかな、結構上手にずっと辞めささない仕組みっていうのがすごい上手くて、で、ちょうど30歳の時に辞めたんですけど、30の独身の人対象の研修とかもあったりとか、あなたは今このタイミングですって。じゃあ、これから結婚しますよね。子供産みますよね。切り詰めには、そうそう。今、なんぼ貯めてなきゃいけないですよ。5年後、なんぼ貯めてなきゃいけないですよっていうのを受けるとか。で、それは自分は先輩から聞いてて、みたいな感じにはなってて。そこは元から持ってたその部分ではあるとは思うんですけど。じゃあそういう自由なこう暮らしというか楽しみを大事にするみたいな方がケイシュにとってはしっくりくる暮らし方だったんですか。そうですね。だからそこのところでさっきの質問でこう不安とかっていうところがやっぱりもう海外出たらなんかもうどんなね、それこそ日本でどんな大学行ってたとか、もう会社入ってたとか、もう全く関係なくなって。知らんわ、みたいな。うん。ほんまに足場の土台が全くなくなった中で、なんか一人、人としてこう、逆に見てくれるし、ただ一人の人として見てもらうためにギター買ったりとか、ギター買ってこう、弾いたりとか。
うん、旅しながら。でもそこでも結構すごいいろんな出会いがあって、そのタイから始まってカンボジアに入った時に本当の旅人、バスカーって言ってバスキングしながら、まあ、路上で楽器吹いてお金もらいながら旅する韓国人の子に出会って、そうで、そいつと一緒にこういろんなところで出会ったり一緒に旅したりする中で、ああこれが旅なんやなっていうのも気づかせてもらったし、なんかラオスの、それこそきっかけがラオスのすんごいど田舎、もう本当に首都まで12時間ぐらいかかるようなところの中州で島があって、そこで出会った高校生が勉強してたんですよね。日本の高校生と同じことやってるんですよ、関数とかも。でそれにびっくりして、こんなねところでこんな日本と変わらん通学やってるやんってびっくりして言っちゃったら、そいつがそのバスカーで旅人のやつが、いやそんなん当たり前やん、高校生やでって言われた時にすごいわーってなって、なんか日本の教育は進んでるとか、なんかそういうのがなんか一気になくなったなっていう経験とか、うん、で徐々にその不安だった足場っていうのもこう固まりはしないけど、別にふわふわのままでもなんかやっていけるなとかっていう、うん、こういうのがどんどん できてきた感じです。そうなんだ。なんかそういう研修にとってこう GCI を参加した経験っていうのはどんな体験だったんですか？いや、なんかそれこそ初めに運営に入ってた人2人と、あとは英語翻訳に関わってた人とか、結構それこそ GCI のキーとなる人たちと同じグループで、でそれこそそこからこういろんな人と出会ったりとか話して、なんかただただすごいなっていうだけ。こんな人らがこうなんか一つのところに集まんねやっていうのは思いましたね。だからそこからでも本当にいろんなこうなんか学びたい欲が加速して、いろいろ本読んだりとか、うん、紹介してくれる本とかいっぱい読んだりとかして、 そこからこう慶春の人生がどうなっていったっていうのは、で GCI 参加してまたインドに戻って、うんうん、戻ったんだね。そうそうそう、うん、で日本語学校の立ち上げがまだ1期生がインドから日本に行けない状態、だから、受け入れ先の会社が見つからないっていう状態で、で、自分が戻るときに、まあ、社長と話の中では、まあ、その運営として、まあ、それも学校運営の、その、じゅんぐりじゅんぐり学生が出るようなサイクルを回すシステムを作りに行きますみたいな感じで、うんうん、口約束ですけど、契約して、その時はもうちゃんと雇用契約結んで、で、それでその学校運営に携わってて、でも結局帰国するんだよね、そこからさらに旅にっていうことには。そう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 、ね、だから去年の4月、うん、でそのまたインドのおるときに丹波篠山市なんですけど、うんうん、丹波篠山地域とブータンをつなぐ、ブータン、うん、幸せの国を、うん、プロジェクトがあって、面白い。それは、ブータンからは幸せの考え方 GNH っていうグロスナショナルハピネスっていう考え方を、で日本からは日本語を教えて、言ったら観光客相手を対象に、まあ言ったらそれ日本語が得意だったら日本の観光客のガイドさんができる、こうまあ子供とかを育てるっていうのをやっていこうっていうので、オンラインでこう日本語を教えるのの、まあ、こうテストやったりとかどうやったらいいかなっていう話をしてたんですよね。ただなんかそのブータン側とかも忙しくなったりこっち側もとかがある中で、
そのグループ、まあ、そのプロジェクト自身がじゃあもう大学作った方が早くないっていうのがポンって出てきて、うん、僕はインドにいたんですけど、その 4ヶ月5ヶ月ぐらいで丹波篠山に通信制の大学ができて、帰ってきて移住先とか探す中でやっぱり丹波篠山っていうところがもう大学もあるし、そういうところがあったので今こうここに落ち着いたっていう感じ。なんでインドにいてブータンの話が出てくるの？日本語を教えるっていう、その一時帰国の時に出会った人たちとのこう絡み。へえ、不思議なもんですね。いや本当に。まあ今ここにいるのもそうですし、だから今はその通信制の大学のサテライト校が笹山にあって、でそこの運営をもう今一緒にやってるっていう。うん、なんかちょっとトランジションっていう観点で聞いてみたいんですけど、世界の、ね、見え方がこう変わってくるっていうのがこうトランジションのこう一つのコンセプトなんですけど、うん、なんかご自身のこう世界の見え方の変化、さっきは旅については、ね、言ってたけど、うんうん、なんかこう変わってきたなという感じることはありますか？なんか自分がそんな性格なのかなっていうのを考えた時期があって、でそれはやっぱりこう長男として生まれてるとか、なんかそういうのがやっぱりこうずっと自分の中にこういいように出るときと悪いように出るときがあるなとか、で言うたらそういう一つ一つのなんかなんていうのか、こうまあ囚われてるじゃないですけど、なんかそれをちゃんと見れるようになってきた時期が GCI の時期とかぶってるなっていう。じゃあ前はそれが自分自身のその囚われだとも気づかなかったってこと？ちょっと気づいてたところもあるし、だからそれがもっと大きなところでシステムとして、まあ、なんていうのかな、うまいことこう、扱われるというか、うん、なんだろうな。だから教育のシステムもそうだし、なんか目的が、それぞれの豊かさっていうか、なんか幸せに暮らすっていうところにはないなとかっていうところは、なんか前々からもこうちょっと考えることところはあったんだけども、 GCI でこうやっぱり対話していく中ですごいこう、あ、ここもかここもかっていうのが、うん、すごく多くなった。うん、自分自身の問題っていうだけじゃなくて、そのシステムの、ね、問題として理解したりとか。そうだから自分がどうこうっていうところで、しようとしてるするだけやったらもうニッチもサッチもいかんなっていうところとかが、うん、だからそのどん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 そういう結構その自由にこう自分が選択したやつを、あ、選択した道を歩んでいけることが増えていくような、そういうなんか世界がこうあるんやっていう気づきか、まずは。うん、だからそれまでは高校行って大学行って就職してっていうので、ちゃんとレールには乗っかってて、今となってはそのこう 教育とか学びっていうのをね、ライフワークになりつつあるじゃないですか、青春の。はいはい。うん、それは会社員時代からは想像がついたことなんですか？いや全然つかないことですね。ただでもなんか会社員の時にやってた内容が、まあ、工場の中のラインって言ってものができる中で、それを作るのに機械をこう設置してって、それを作業者がこうやってる映像とかあるんです。あれをデザインする人だったんですけど、うんうんうん、言ったら本当に機械チックなんですよね。作業要領書っていうのがあって、物が流れてきた、あなたは左手でこの部品を取って、右手でドリルを持って締め付けると。うんうん、それを全部
説明書を書く。その設備の、その作業の説明書を書いたりとか、まあ、書くところが終わって、それを改善するところだったんですけど、実際は。でも、こう、いかに無駄なく、不良品を出さず、怪我なくとか、うん、そうそうそう、そうなってきたときに、やっぱりもう、作業者はもう、同じ作業を絶対に、こう、間違えないようにさせるっていうところが出てきた。で、それが、こう、対照的にコントラストであるのが、多分 GCI とか、うん、今、こう、流れとしてある、こう、みんな生き生きと自由に、なんていうか、自分のしたいこと、うん、うん、やってもいいんだよって言える社会を目指してる人たち。なんか GCI の人だと、話してみるとね、なんかすごい自由だし、うん、まず否定されることないし。そうだね。だから、運営やっててね、クミちゃんも思うと思うけど、自由度が高すぎて。そうだね、何やっていいか分かんない。分かんない。初めは何やっていいか分かんない。初めはちょっと失敗したりとかしても、誰も怒らないし、まあ怒るとかあれですけどね、子供じゃないんやからっていう感じですけど。うん、でもなんかそこの自由度がすごい居心地もいいので、まあ今もこう運営のちょっとしたところで関わらさせてもらってるんですけど。うん、そういう意味ではその工場で働いてた時と、まあアプローチは違えど、なんとなく慶春のその役割っていうのがなんかあるのかね、うん、場所、やり方や場所を変えて。そうですね。なんかそこであるのが、自分はこっち側の極端は、経験してて、で、今、こっち側の、まあ、生物論的とかっていうところの極端を、こう、経験できてるなーっていうのがあって、でも生物論で行って、極端、あっち側の極端も、極端で結構、ね、人によってはしんどいなーと思う部分が、やっぱ出てくるねんなーっていうのが、ありますね。うん、まあ、どっちが正しいじゃないんだろうね。なんかこれ聞いていくとね、まだ世界一周の旅の途中なのかなっていう気もしたり、あるいはでもね、ご家庭も持ったし、今のね、そのお仕事をすごい大事にされてるっていうのが伝わってくるし、で、これから慶春はこう どんなことをやりたいなって思う気持ちがあるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど。なんか、今まで、こう、自分が得たことっていうか、学んだとか、経験っていうのを、なんか、こう、なんか多分、他の人からとったら、こう、インドで日本語学校立ち上げてっていうところも、一つなんか面白い話として聞いてくれたりとか、だからそんなに、こう、ハードル高くない、いろんなことをなんかチャレンジするのに高くないっていう形、で、なんか伝えていきたいなっていうのが一個。だからそれこそ今大学でやろうとしてるのは、生きる経験の場作りっていうのを丹波篠山丹波地域で作りたいなっていうのがあって、うん、体験ワークショップとかっていうよりは、こう次に積み重ねていける経験になるような、まあ、ワークショップになる。なるのかもしれないし、対話会とかになるかもしれないんだけど、うん、そう、なんかこう自分が思った経験することがこの街でできたらなって。なんか今回のね、コロナでもいろんな人が言うてる感じで、こう生き方っていうか自分のあり方を考えるタイミングになってる人が多いなっていうところでも、そう、なんかまあとはいえ、生きていけるよねっていうのが、そのただ単に、こう、お金っていうところじゃなく、なんか自分の、こう、スキルというか、経験で言えるような人が、こう、増えていけばなっていう。で、多分そうなった方が楽だと思うんですね。自分も。そういう人が増えたら。だから、なんか、インドの生徒とかにも言ってたのは、もう辞めたかったらもうとっとと辞めてくれ。でも、
本当にこう勉強したいとか何かしたいっていう時はそうこうサポートするからエルフじゃなくて、だから一緒にこう楽しくなんかやっていこうみたいな感じで、じゃあその自由度を正当にこう上げたらすごい自分たちで考えてめちゃくちゃ楽になったっていう経験があって、自分たちでやりたい宿題考えてくれるし、でその時も宿題こんなんやりたいんですけどいい流れ、うん、ができた経験があって、 それって何なんかなって思ったら、やっぱり自分で考えて自由度とがあった中でなんかどういうことできるかなって考えてくれたりとか、サポートはそのいいサポートができるかどうかは難しいと思うんですけど、うん、でもなんかそれが出たら一つ一つの経験がその街の中でなんかいろんなところでできれば、それこそ自分で考えてなんかその中でお金が必要ってなったらお金稼げる何かやっていく風になるだろうし、まだぼやっとしてますけど、なんかそんな感じ、うんうん、ふわっとしてる、うん、ありがとう。じゃあまだこのトランジションのね最中な感じかもしれないんですけど、うん、でもそれでもねこういろんな出会いが積み重なって、まあ丹波篠山今のね土地までたどり着いてるっていう意味で、慶州にとってはその トランジションがこう前進する助けっていうのは 何が一番こう助けになったというふうに振り返りますか？トランジションの助けになったのはゆとり？それを入れれる余地がやっぱりこうインドから帰ってきたタイミングで、まあインドでの給料とかもそのまま溜まってた中で、まあそんな多くはないですけど、すごい、ゆっくりする時間っていうのが持てて、うん、だから、その時に、正直、こう、一日中、ベッドの上でずっと本読んでたりとか、うん、なんかそういう時間も、すごく、まあ、使える時間、うん、余裕のある時間があったのが良かったのかな。うん、そういう時ってさ、なんかすごいこう頑張って何かやんないといけないこう あるね、駆られたりするじゃないですか。日本でこう生きていくのにこう免罪符がいるなみたいな、でそれが勉強してるか仕事してるか、まあ格好付けで子育て、うん、だそれ以外のこうなんていうかな生き方なのか、まあ時間の過ごし方なのかってすごい肩身が狭くなる。だからこう何かすることにこう駆り立てられてる感があるなーって感じて、プレッシャーとか不安とかになるっていうのは、でそれに気づいて、まあまあそうですね。そうそう、インドとか行ったらもうそんな何もやってなくて、プラプラしてるやつとかいっぱいいたら。いっぱいいるよね。アマゾンとかもみんな何にもしてないもんね。そうそうそう、でもそれでもね、それでもいいっていうか、存在が、うん、してるだけで、だけじゃないんだろうけど、なんか別にそれがありじゃんって、でもなんかそれって、日本も昔はそうだったって言って、うん、すごい自由度の高い、多様な社会が日本にはあったんやなっていうの。まあ、ちょっと話は飛びましたあ、でも自分にこう余白っていうかね、うん、その余裕を許すっていうのはすごくこうチャレンジですよね、日本ではね。本当、うん、でそれこそ親も基本的に小さい頃はもう夏休みとか家で自分は本読む好きやったけど、本読んでたら何してんねん、なんで外行けへんねんみたいな感じで言う親だったけど、でもまあ、あるタイミングからやっぱりこうね、なんかその認めるじゃないですけど、まあ、やることやるんやろな、いつかはっていう目線で見てもらえるようになったときに、そういう目線で見てもらえるっていうのがすごい大切なんやろなって、結構ガミ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 ね、
かねっていうかこう確かにね言っちゃうっていうのはあると思うんだけど、うん、そう余裕をその人の中に生む、まあ、社会なのか何なのかこうやっぱりそれってすごい大切やなっていうの、うん、うん、周りの温かい目も必要だよねそれにはね、うん、うん、うん、私もなんかそういう目線とかそのままでいいよって言ってくれる人たちにすごく救われたのをなんか思い出しますね、うんうん、なんか前に進もうと思っても進めない時期ってありますよね、うん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 、そうそう本当にこうゆとりっていうか余裕の作り方っていうのをいかにこう学べる機会とかもうすごい大切やな。本当だね。うん。はい。ありがとうございます。大体このあたりなんですが、ここまで話してみた感想を、はい、言ってみたいと思いますが、どうでしたか？なんか、やっぱりこう、話しながら自分の整理しながらっていう感じになって、話してる中で何喋ってるか分からんようになるっていう。まあ、あれみんなやって、みんなそうなんかなと思うんですけど、自分めちゃくちゃ分からんようになるあれがあるんで、いや、くみちゃんがこう、ちゃんと戻してくれるっていうか、頼り切ってましたけど、頼りがいがあるなと。ありがとう。うちの感想は、なんかでも本当にトランジションのこう質感って本当に十人十色なんだなっていう感じがして、なんかすごいこう戦うようにこう前進する人もいるんだよね、いるんだけど、なんか慶春の場合ってなんか川遊びするようにこう進むみたいな、なんかたまに泳いでたまにこう歩いてたまに休んでって、なんかそしたらここに行き着きましたみたいな、うんうん、なんかそれはそれでこう苦労もね多分途中あるけど、でも変わってそういうもんだよねみたいなところがなんかどこかこう感じられて、うんうん、あそういうトランジションの進み方もあるんだなって、なんか委ね力っていうのかな、委ねる力、この間川遊びしてきたんですけど、なんか力抜かないと川で流れられないですよね、なんかそれを思い出したんだよね、なんかいい感じでこう力が抜けないとこうつっかえちゃう、はいはいはい、川であ抵抗しちゃうっていう、なんかねこう沈んじゃうんだろうね、沈んでこう石に川の底につっかえたりしちゃうんだけど、力を抜くとプカプカ浮けてシューって川流れていけるんですよ、そうそれで言うと多分その繰り返しやったんかなって今、ね、話を聞くとやっぱりこうなんか突っ張れようとするのかな、なんかねこう進まないっていうか、こう自分が自分の邪魔してる感覚のタイミングと、うん、こうなだらかに自分が乗りこなせてる感覚とっていう、うん、確かに、うん、力入れてない、うんうんね、力抜くのが大事なんだなみたいな、なんか丹波篠山のこれからも楽しみですね、まあ、できる限りのことははい、はい、していこうかなと、うんうん、続報を楽しみにしています、はい、じゃあ録画を止めますね、ありがとうございます、はい。